こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。ハワイバージョン。はい。はい。始まりました。みさきの部屋です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで今日は、やっぱみさきさん乾燥してるよね。なんか。まあ、冬っていうのもそうなんですけど、うん、結構ダメージでも乾燥してます、私は。ですよね。はい。ということで今日は、まあ冬だからもそうだし、ダメージもそうだし、髪の毛が結構乾燥する方って多いかなと思うんですけど、そうなると、やっぱちょっと疲れて見えたりとか、はい、なんかあんまりちゃんとしてないように見えるというか、はい、ちょっとなんやったら少し年齢も上がって見えるとか、結構あるやん。そうですね。だそれを今日ね、ちょっと解消する方法を、僕ね、なんとちょっと一個記事で見つけたんで、ちょっとそれを試していきたいと思います。はい、美容院行った後とかで結構トリートメントとかされたりとか、カラーリングやったら綺麗になるけど、やっぱそれがちょっと落ちてきたら2週間ぐらいで結構こう、パサつきになりやすいかなと思うので、はい、これのね、解消方法っていうのが、なんと、オイルパックっていうことです。それが、どこまで効果があるかってことを今日は検証していきたいと思いますので、はい、これがもし効果が出たらね、次の美容院行くまで乾燥の時期を耐えられる方法になるかなと思いますので、はい、ぜひよかったら参考にしてみてください。それでは早速やっていきましょう。やっていきます。動画をどうぞ。はい、じゃあ早速ね、みさきさんが準備万端ということで、はい、僕がこのその記事を見ながらね、はい、言いますね。はい、じゃあ、まずじゃあお風呂入る前、はい、うん、はい、にまずブラッシング、はい、で髪の毛を溶かします。はい、でこのね、絡まりを取ることによってオイルの浸透を良くしたりとかね、オイルの馴染みを良くしてくれるので、はい、まずはしっかりと溶かしてください。はい、でこの時になるべくみさきさん、毛先の方からよろしくお願いします。はい、根元からやっちゃうとね、結構切れ毛の原因にもなったりとかするので、しっかりと。そうです、そうです。もうやめてくださいよ、はい。結構しっかり溶けましたか？はい。しっかりと溶けました。はい、じゃあその次に、オイル。今日は、じゃあ N ドットのオイルでいきましょうか。こちらで、はい、これを。結構つけるっていう感じでね、もう、はい、どちらかというと結構ついてる感が欲しいんで。ついてる感。はい。はい、まあ今だったら3プッシュぐらい。で、じゃあ内側からお願いします。はい、基本的にやっぱ表面皆さんつけやすいと思うんですけど、はい、内側から徐々に徐々にしっかりとつけていく、分けていってもいいかなと思うので、その髪によってはね、中からとか、上と下で、そうそう、でもいいと思うんですけど、まあね、下からちょっと順にしっかりとつけていく。三宅さん多分ね、足りない、足りてない、全然足りてないんで、どんどんつけましょう。全然足りてない、はい、もう3プッシュ足してみます。はい、それでも足りない気がします。結構ね、皆さん、みさきさんの動画をね、みさきの部屋を見ていただいている方、ありがとうございます。みさきさん、だいぶオイルつけないとね、髪の毛きれいに見えないから。どんだけつけるんだってくらいつけます。足りてないです。足りてきたけど、もうちょいつけましょう。やっぱ、オイルパックなんでね、はい、やっぱり、しっかりとついてた方がいいかなと思うんで。で、皆さんもね、本当に結構テカテカになるぐらいなんかつけろって書いてます。じゃあ、普通つけろっていうか。いつものスタイリング台、うん、つけるよりも多くつけてくださいっていう風に書いてるので、もう本当に特に乾燥が気になるところはしっかりとつけて、あ、でもいい感じにつきましたね、うん、だいぶしっとりしてきました。結構私この顔周りが切れやすい乾燥で、うんうんうん、結構しっかりつけたいと思います。そうですね、顔周りやっぱり結構乾燥しやすいから、うん、ちょっと潤ってた方がね、ちょっと癖がある人ってより老けて見えやすいかったりもするので、前髪の横、前髪にあんまつけない方がいいかなと思うんでね。だから本当にでも乾燥気になるところにつけてくださいっていう感じです。結構つきましたかね。はい、はい、じゃあ次に、はい、蒸しタオルを髪に巻く、タオルみたいな感じで軽くなんかやっていただけたら、はい、はい、でもうあのこの時はもうお風呂に入ってる段階、はい、入ってる段階っていうか、あのでタオルして浸透させるっていう感じ、はい、こんな感じですか。あ、そうですね、この状態でだいたい時間を置く、湯船に入りながら、はい、まあ15分から30分ぐらい時間を置いて、はい、でから最後にシャンプーをするっていう感じ。で本当にね、オイルがしっかりとベタベタに結構ついてた方が、はい、より乾燥のところが効くっていうのが入ってるので、これでちょっとじゃあ15分から30分、はい、時間置きましょう、はい、でその後シャンプーでします。はいはい、はい、ということで大体15分ぐらい、はい、まあ20分ぐらいだったかな。はい、ちょっとじゃあ外して雰囲気どんな感じですかね。
だからちょっと温かい本当に蒸しタオル、はい、結構熱湯のやつ僕作ってきたんで、ふわっと温かかったですよね、はい、あ、なんかでもちょっと湿ってる、湿ってるっていうか、なんかこうしっとりしてる、うん、なんかちょっとつけた直前、あ、直後、うん、よりもちょっとなんか馴染んでるような感じがします。ちょっと期待ができますね、はい、じゃあこれでちょっとじゃあ皆さんシャンプーして、はい、でから乾かして質感見ていきましょう。はい、はい、はい、ということで藤崎さんね、はい、シャンプーしてトリートメントしてきた状態ですね、はい、で一生懸命タオルドライして、はい、どう、質感的にはなんかついた感ある、はい、ちょっと大げさに言うと、うん、サロンでトリートメントした時みたいなちょっともちっと感とツーと感があるような感じが気がしますいやちょっとね、なってたら一番ベストですよね。ちょっと期待が持てます。はい、はい、じゃあこの状態からじゃあアウトバストリートメントもう一回つけて、はい、乾かしてみましょうか。はい、じゃあ乾燥気になるところですよね。はい、こうしっかりとつけて、はい、じゃあ乾かしていきます。はい、はい、ということで、はい、佐々木さん、やりましたね。なんかすっごいしっとりしますね。アウトバスでバチバチつけたなっていうのも多分もしかしたらあるかもしれないんですけど、はい、結構ね、乾燥ちょっと防げてくるのかなっていうあるよね、若干ね。うんうん、多分普段お使いになってるアウトバストリートメント、いわゆる洗い流さないトリートメントあるじゃないですか、はい、で、それをつけて乾かしたりとかしてそんなにしっとりしない方は若干これって少しスタイリング要素も強いのか、オイル、これエルドットだったら一応アウトバストリートメントも使えるしスタイリングのオイルとしても使える、はい、で、まあ、こういうキャラサルとか普段お使いの洗い流さないトリートメントだったらこのままでもいいんですけど、ちょっとこっちだと弱い可能性があるから、まあ、若干こう乾燥が気になる方はスタイリング要素があるトリートメントをつけてもらったら、はい、まあまあの仕上がりになるんですね、はい、かなと思いました、はい、なのでいい生地を見つけたんちゃうかなと個人的には思っております。はい、そうですねまあでも今年の冬はこれで乗りっていうのもありかなとは思うので、はい、もしね皆さん、まあ、病院行って、はい、ちょっとした時に乾燥が気になってきたりとかした時にはちょっとねオイルパックっておさらいとしてはオイルをちょっとつけて、じゃあ溶かしてからオイルをしっかりとつけて、はい、蒸してで、そのままお風呂入りながら10分ぐらい、20分ぐらいでシャンプーしてトリートメントつけて、もう一度洗い流さないトリートメントをつけて乾かすとってやってあげると結構ベストかなと思いますので、はい、ぜひ、よかったら試してみてください。はい、聞かなかったすいませんごめんなさい。でも聞く場合もあります。はい、はい、なのでよかったら参考にしてみてください。はい、はい、今日もね、動画を最後までご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございます。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるような情報だったりとかヘアアレンジスタイルを載せていきますので今後ともよろしくお願いします。お願いします。この動画がよかったらグッドボタンとあとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。花火です。